さあ今日はやっと手に入った DJ ジグヘッドは持ってたんですけど、やっと手に入ったのがあるんですよ。これシャットテールワーム。ずっと和歌山のダイソーいろいろ回ったけど全然売ってなかったよな。大阪とかやったら売ってんのかな。初めて見ましたねこれ。あ、もうパッと開けてもらった。どんな感じなんよ。よいしょ。うわ、あ、もうめちゃめちゃアルカリシャットやな。ちょっとねやっぱこうボコボコしてるとこあるけど、これよね、アルカリシャットの3ぐらい。もうほぼ一緒やん、ほぼ一緒。ほとんど一緒やなこれ。いや、ようできてるわ。これに入れてもいいんちゃうかぐらいね。ぴったりですねサイズも。いや、なんかここ久しぶりに来たらちょっと足元見たらイワシチラホラしてたんで、 DJ ね、本当のガチ DJ 掘ってみたいなと思って来ました。今までは DJ にアルカリシャットさせてたんやけど、今日はもうこの DJ にシャッドテールワームをさせてみます。一応まずは DJ はフックも交換して、あとこのワームに干渉してくるんで曲げてます。ペンチでギュッと、ここをこの部分ですね、まずこの部分ペンチで持って、ここもペンチで持ってギュッと曲げてます。あ、ちょっともうやっぱこれ曲がってるな。こういう曲がりはね直さないとまっすぐ泳がへんからな。曲がり直そう。ちょっとでも曲がってたな。変に動いたらやっぱ食わんから。そしてここにグッと、穴も開いてるし、DJ いいっすね。 DJ DJ はほんまによく釣れるし、結構やっぱ値段するよな。1500、600円するけど、これは250円。 DJ は250円です。ワームが100円で2つ入り、ジグヘッド200円。足ボイルする気で、イワシ入ってるからかな。ピンクもあるですね、お好みで。うわー、飛ぶ、めっちゃ飛ぶ。ちょっとボイルしたから表層巻こうか。まずどんな泳ぎすんの。ボイルちゃうのかな。ああ、いい泳ぎしてるな。これ釣れる。泳ぎ完璧やな。もう最高や泳ぎ。絶対シーバスも何でも食うよこれ。やっぱ曲げてたら引っかからんからええな。これちょっと皆さん曲げてみてください。キュッと尻尾の部分。ちょっと曲げて手前
いにくいに生きてるかも。こんだけ手前泳いでるから。手前にフィッシュイーターがいないですかね。出たボイル。何？ボイル出た。結構遠くでボイル。何個か。青も入ってるんかな。なんか出たな。足元止まってきた。これに出るんかな。出そう。またボイル出てるな。周辺になんか来たぞ。手前やな。来てるやん。なんか来た。おお。なんでや。めっちゃ食ってる。群れ来た、群れ来た。釣れんかこれ。ほらボイル出てんの。ボイル出てんのに。じゃあ何。よし。いや普通釣れるやろこれ。こんだけ出た。おれ。あった。よし。よっしゃ。よし。なんやろ。DJ。おおでかでかい。ちょっと待って、これでかい。よいしょ。ほらでっか。でっけ。うお。うわ。ちょっと待って、これやばい。やっぱ指4やな。指4、指4の群れめっちゃ来てる。やばいやばいやばい。ちょっと待って。オッケー、でか。指4やな。4、5。指4、5ぐらいある。しゃ、DJ。DJ で釣れた。これまだチャンスあるわ。DJ。